江東区は、協会が確定した中央防波堤の埋め立て地につける新しい町の名前を協議の上で決め、3月に発表することにしています。江東区と大田区が互いに自分の土地だと主張してきた中央防波堤の埋め立て地は、去年の判決を経て江東区におよそ80%、大田区におよそ20%を帰属させる境界線が正式に確定しました。 このうち江東区は区民や区内への通勤者を対象に新たな町の名前を募集したところ、先月24日の締め切り時点で519通の応募が寄せられました。江東区は今後、選考委員会や区議会での協議を経て新しい町の名前を決める方針です。そして、新しい町の名前を3月に発表することにしています。 一方、大田区は今月31日まで区民や通勤者それに通学者を対象に新しい町の名前を募集しています町の名前を決める時期は未定だということです